黒崎車古前電停は、かつて、福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目に存在した西日本鉄道北九州線の路面電車停留場。筑豊電気鉄道線からの直通運転系統も乗り入れていた。以前は当駅に西鉄電車営業所、筑豊電鉄本社があった。乗務員の交代もここで行われていた。本項目では、 黒崎車庫についても記述する。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で踏切を挟んで東側に下り、ホーム、西側に上りホームがある、地取式の配置だった。北側に隣接して、黒崎車庫、営業所、筑宝電鉄本社があり、黒崎車庫への入出庫線が分岐していた。また、上りホーム内には、売店や立ち食いうどん屋などが設けられていた。 東停留場では、電車の入出庫や乗務員交代が行われたほか、創車所から運行指示が行われた。1914年6月の九州電気機動本線、オリオ開通に伴い、オリオ電停の北側に、オリオ車庫が開設された。その後、このオリオ車庫は拡張のため1935年9月26日付で、廃止の上当地に移設され、 1936年3月25日付で、黒崎車庫となった。北九州先生部地区の車両基地として、車両の日常検査業務を実施していた。1992年まで工場機能はなく、全般検査は、地区法電鉄所属車両も含めて砂津工場で行われていた。1992年10月の北九州線、黒崎駅前伊藤廃止に伴い、 スナツ工場も廃止となるため代替施設として校内に工場棟が設置され全般検査業務を開始。その後、旧憩集庫や営業所の建物は複合商業施設コムシティの建設に伴う線路移設のため1999年までに撤去された。2000年11月の北九州線全線廃止以降は西鉄所属の車両もなくなり現在は 筑区電鉄の車両工場となっている。車両基地の試算は2015年3月1日付で、西鉄から筑区電鉄に承継された。筑区電鉄では、複合商業施設コムシティ建設に伴う、黒崎駅前駅の移設、黒崎車庫前駅の廃止12月以降は、入出庫線は、黒崎駅前電停から分岐している。廃止まで、黒崎駅前発黒崎車庫全行。 並びに、黒崎車庫前発黒崎駅前行きというわずか 0.2km 運転の車庫への出入りを兼ねた営業列車が存在した。ちなみに、この区間は列車はポイント通過のために助行を運転していた。1992年10月に下り方に開設された西黒崎電停との間はさらに短く 0.1km しかなかった。 鉄路ボリューム1 4百9 9 2九州大学鉄道研究会 16P ハット、鉄路ボリューム1 4百9 9 2九州大学鉄道研究会 16P 成立の経緯は、西日本鉄道歴史を参照。奈良崎博康、福岡、北九州市内電車が走った町混雑、JTB パブリッシング、2002年4月。 ISBN4533042074 ピアニッシモ130から135地区放電機鉄道株式会社公式サイト内企業情報中事業所より完全子会社との会社分割に関するお知らせ西日本鉄道 http://www.nishitsu.co.jp/.pdf/.ir/.briefing/.141218.pdf2015 年4月20日閲覧電気車研究会、鉄道ピクトリアルナンバー668,999年4月、臨時増刊特集西日本鉄道 27p。 ありがとうございます。